はい、えー、プレミアムセミナーの時間となりました。今回のテーマは、チャレンジャーバンク、春メとダバの見分け方ということで、NCB の佐藤と、まっすぶちがお送りいたします。バンクの勢力図というところから、まあ、解説をしていきたいと思うんですけれども、経、うん、コンサルティング会社のですねサイモンプッチャーというところの調査によりますと、 2021年末時点で世界のチャレンジャーバンクは414社を数えるまでになっています。このうち2022年の1月時点で稼働しているのは397社。2014年からですね、2021年までの間に買収された銀行数というのは6件。 でというところで、えーまあ、勢力図としてはです、ね、もうほとんどが、まあ、春明と呼ばれていたところも、結局今はもうダワにです、ね、だわになり下がりつつあると、ユニコーンでさえもです、ね、もうユニコーンでなくなっている状況になっているわけですけれども、まあ、その一つの理由としてです、ね、同質化が進んでいるわけなんですね。 チャイムとかカレントとかデイブっていうのは、チャレンジャーバンクとこう名乗りつつもですね、実は銀行ではなく、銀行代理業なんですね、うん、だからあれですよねその、チャレンジャーバンクイコール銀行免許を持っているわけではないということですよね。ということなんですね。他が焦って、わーっと前に先行しようとしたのを、スターリングバンクは折り合い重視で、ちゃんと足を溜めてたって感じですね。 そうそう貯めてね、もう,もうはるかにもう抜いちゃったわけね、もう収益がです、ね、もうガーンと抜いてるわけですよ。いうことでもうこの3つっていうのは、ほぼすべてのチャレンジャーバンクが持っているものなのですね。で、下にちょっと例を挙げてますけども、スターリングバンクもしっかりですよね、モバイルアプリとデビットカード。で、モンゾもモバイルアプリとデビットカード。